本日も宇宙メイトチャンネルへようこそゆです本日のテーマは「スピリチュアルな世界」についてです。で私が体験してることであったりいろんな気づきを今日はシェアしていきたいなと思います。なので、えっと、内容については思いついたものを思いついた順に話していこうと思います。 で、最近あ最近というか以前あったことと最近起こったことがリンクしてたのでちょっとそれをまずお伝えしたいなと思うんですがえっと私ユウがいるんですけど今事務とかいろんなそのやり取りをしてくれてるえっと K さん K さんがいてであとは、えっと、仲良くしているえっともう一人あ C さ, C さんがいてでえっ、ー、とアッコさんえっ、ー、とめちゃくちゃあのいた子体質のアッコさんが、えー、いてでこの4人で九州旅行に行った時の経験なんですけどそこがもうめちゃくちゃ面白すぎてでこれは私にとっての学びでもあったのであのこれをシェアしたいなと思います。で、えっ、ー、と、 得意分野で言うと私は、えっと、宇宙とつながるのがめちゃくちゃ得意なんですよだから上とつながるのが得意でアッコさんはどちらかっていうと邪気払い邪気払いであったりとかあとは、えっと、土地浄化あとは板子体質なので、えっと、守護霊、えっと、守護守護のメッセージ特に、えっと、ご先祖様であったり神様であったり竜 人さんであったり、そういったその分野がめちゃくちゃ得意ですね。なので、えっ、ー、とこの2人はえっ、ー、とスピ,スピリチュアルなこと能力スピーディ中あるなものが得意な感じです。で、えっ、ー、と c さんもえっ、ー、と感覚は鋭くてでえっ、ー、とお菓子を作るのが得意なんですよね。 で、そのエネルギーをお菓子に込めてたりしてで K さんは根っからの明るい感じの方なんですよ。で本当に面白かったのがある山に行きなさいって呼ばれて4人で行くことになったんですよ。でえっ、ー、と昼ぐらいに早めにできるだけ到達するようにしてて行ったんですけどえっ、ー、と いろいろまあかじゃないですけどいろんなことをやった後に何が起こったかっていうと、えっと、写真撮影をしてた時に私が <laughs> 私のところに「早く帰りなさい!」って来たんですよ。で、えっと、アッコさんの方にも「えっと、えまだいるの?」みたいな感じでせかされて「あもう帰らなきゃ!」っていう風な感じになったんですけど最後に1箇所だけ行かないといけない場所があって。 この神社があるんですけどこの神社の岩があるところここにまあ、帰り道ではあるんですけどここにもう結構時間が16時半ぐらいだったかなだからもう結構夕方ぐらいになると山ってあの変わっちゃうんですよね周波数がエネルギーがめちゃくちゃ変わるのでだから「あやばいそろそろ帰らないと」みたいなあの 「千と千尋の神隠し」のようにあの「帰れなくなる!」みたいな「早く早く戻らないと大変なことになる!」みたいな感じだったんですけど岩には行った方がよさそうっていうことで行った時にめちゃくちゃ面白い経験が体験があったんですよ。で明らかにもう16時夕方陰のエネルギーというかその山がスイッチがこう変わる感じのタイミングがあって切り替わり始めてたんですよ。だからここが 昼間とか明るいタイミングで行くとふわって明るいけどそれでもちょっとその人が来ることが少ないのでちょっと滞ったエネルギーというかそういったエネルギーだったんですけど夕方にになるにつれてそうした時に、えー、とこのエネルギーの質で言うと,、えー、とだから陽のエネルギー陰のエネルギーがあった時に。 K さん K さんは「ようより」なんですよで私はここら辺で次えっ、ー、とあっこさんでえっ、ー、と C さんこれ得意分野ですねこの得意分野なんですけどこんな感じの性質でちょうどバランスが整ってたんですけどでそうした時に岩に行った時何が起こったかっていうと私ですらあやばこれ。 え行かない方が多分良くないですかって言ってたんですよ。でアッコさんは「あちょっとあれだけどちょっと聞いてみるね」って言って岩のところに行って「あエネルギーだけはやっぱりっと土地浄化の分でエネルギーだけちょっと変えてほしい」みたいだからちょっと,、えー、と光を送ろうっていう話になってでそれで、えーとまあ、エネルギーワークみたいな感じで光をその岩に送ってたんですよね。 でそうしてそれが終わった後にえっ、ー、と K さんが「えじゃあそろそろこれここで写真撮ります?」みたいな感じで明るく言ってた時に、あのー、その時にアッコさんがびっくりしてて「えみたいなこんな状態でそれを言えるっていうのはやっぱり私たちが同じところにいるのに体験してる感じてる周波数が違うんだねっていうのが 分かっったんですよ、はっきりと。だから K さんはここの周波数、えっと、私はここの周波数アッコさんはここの周波数チェーリンはここの周波数なので、えっと、これは、えっと、どちらがいい悪いではなくそういう性質根本的な性質だから因が得意っていうのは例えば問題 問題解決が得意だったりとか、要は才能改革が得意だだだったたりとか、いろんんななの性質だけなんですよね。そうした時に見える領域が K さんにとってはあの不穏なものとか邪気とかそういったものを認識できないんですよ同じ空間にいても。で私もあもうだいぶ明るくなったなってもう本当にエネルギーワークした後、ドヨーンとしたやつがパッとあ あの晴れててしかも日がこう差し込んでたんであよかった周波数変わったっていう感じで思っててでアッコさんは、えー、ともう感覚がめちゃくちゃするのであ周波数は変わったでもちょっと驚々しい部分もやっぱり認識するみたいな感じだったんですよ。で、えー、と変える時下山する時大体 30分ぐらい30分40分だったかなちょっと忘れちゃったんですけどであのこの順で自然もう帰っていったんですよ。で K さんはすごくパワフルで,で先頭に立って棒を振りながら邪気を払ってくれながらアッコさんも途中で大きい声を出して「はッとか言って邪気を払ってくれてで私と K さんはそのありがたいこの2人がこうやって払ってくれてる。 ものの、後ろを容器に帰っていくっていうのをこうやってたんですよ。で、これ逆にしたら私たちももうひとたまりもないっていう感じですね。まある意味、えっ、ー、と気づけないっていうのもあると思います。だから気づかずにそのまま下山するっていうこともあるとは思うんですけど、そこでまあ持って帰るかもしれないし、そこと周波数合わなかったらそこ。 とは関わらなないいのかもしれないんですけどちょっとそこは分かりにくいんですけどそんな感じでやっぱり得意分野が全然違うんだなっていうのがその時分かったんですよじゃあこれをえっと別角度から言うと何が起こってるかっていうと例えばセッションこれも私にとっての最近の気づきだったんですよでえっと私はっていうともうあのかなりえっと未来の余地余地とか その人の人才能開花これが得意なんですよ地っていうのはパラレルの一つしかもめちゃくちゃ高い方のパラレルを読み取るのが得意なのでそうした時に、えっと、私優がいた時に、えっと、それぞれの「 いろんなゾーンがあるんですよこの一人のこうえっ、ー、と受けてくださる方の領域もたくさんあってその中で私はここにしかフォーカスがいかないんですよだからここら辺がしか見えないっていうのが最近わかりましただから無意識に私は結構 自分のここの立ち位置とか自分の得意なところを見つけてくださいって繰り返し言っててじゃあじゃあ、えっと、私はここは見れるけどここは見れないんですよ。フォーカスしてもいいんですけどフォーカスしても解決策がわからないんですね私は。拡大させるのが得意なので。そうした時にここがわからないっていう時にはじゃあ例えば別この人が。 えっと別のセッションをした場合、別の方のセッションを受けた場合この別の方はここを見るのが得意だったりすするる人もあるんですよだから同じようにスピリチュアル能力がある人たちが見たとしても言ってることが違うのってなぜかっていうとあなたのどこをにフォーカスしてるかっていうのが違うっていう感じですね。 だからそれはタ,タロットリーダーさんでもいろんな性質の方がいるので能力開花が得意な方問題解決が得意な方現状の把握をするのが得意な方とかいろいろいると思うのでだからこそその、えー、とこの人が合ってるこの人が合ってないとかっていうよりも自分のいろんな部分を他人を通して例えば教えてもらってるっていう感覚で例えばこれだけを にフォーカスししてもいいだろうしまずはここの問題を解決してそこからこれを解決するってことは軽くなるのでそこから才能開花してもいいと思うんですよ。あとは、えー、と才能開花って言っても問題解決が得得意意な方自分の自分の得意分野それぞれぞあるんですよだからコミュニティでもこっちに入っても居心地悪いなっていうのはここ のエネルギーと合ってないっていうことなんですよそうした時にえっとこれから大切になっていくのは自分の心に従うっていうことが大切じゃあそれはなぜかっていうとここのエネルギーに合わないならあ合わないなじゃあ違うところに行ってみようで、あここはしっくりくるなでも途中から違うで気づく時が来ると思うんですよリーダー体質の方は自分で環境を作るしかないっていうのがわかるんですよ でサポータータイプの方は自分がホッとするホッとする人のサポートにつきたいなっていうふうにこう思ってくるでこれは例えばサポートにつく人とリーダーシップ世の中で言うと、えっと、リーダーがすごくてサポートに入る人はその上と下っていうふうな認識になるかもしれないんですけどこれは対等なんですよそれはリーダーはリーダーっていうただの特徴 それが得意なだけであってじゃあそれ以外の得意じゃないことがたくさんあるときに誰かに手伝ってもらわないと大きいことってやれなかったりするんですよ。例えば会社のチームワークでも得意分野を発揮してくれる人がいるからこそこの本来の自分のリーダーとしての気質を発揮できるそうなったときに対等なんですよ存在としては。だからここのサポーターに入る人たちも。 自分が本当に信頼できる人にしっかりサポートしようとかそれは本当に対等という感覚ですね。だしあとはパフォーマンスが好きな方はどん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 自分を表現していったりとかするのがすごく大切なんじゃないかなと思います。はい。なのでこれからなんですけど本当に特にこの8月前半。 ライオンズゲートが開いてるって言われてるタイミングってエネルギーがめちゃくちゃやっぱり大きいなっていうのを感じてます。そのライオンズゲートがどうっていうのは私はちょっと詳しくはないんですけどエネルギーを読み取ったらめちゃくちゃやっぱ大きいなっていうのがあってで、えっと、今このエネルギーが大きいタイミングで起こってるのは何かっていうとめちゃくちゃ加速するようなめちゃくちゃいいルートに入ってる人と全く動いてない人どん底の人。 いいると思いますでどん底の人はどういう感じかっていうと例えば、えっと、心地よくないところに所属しもやもやしてる時っていうのは心と心の一致幸せだなとか愛だなとかあの自分の能力が発揮できてるとかもう最高の状態はこっちだとするとこっちに自分の才能が発揮できないとか心地よく入れないってなったら ここがこっちのエネルギーが濁流になるので、こっちがより強化されるんですよ。だからある意味、そのえっ、ー、と新しい旅立ちの時に手放しをするみたいな感じで。旅立つ方もいると思います。その場所から抜けないといけない。それは片方から見ると大変だなとか。 なんか嫌だなとか嫌なことのように思えるかもしれないんですけどここに気づくっていうことはめちゃくちゃ大切なんですよだからもし苦しんでる人とかもどかしいなとかじゃあうまくいってるこの濁流に乗ってる人を見て私は大変なんじゃないかって思ってる方がいたら全然大丈夫ですこの濁流を知ってあ、私はこういうふうに行きたいんだとか私にはこういう望みがあるんだとか困った時に私は光の方を選択していきますって言って こっちを選択することを意図したりすることによってここが弓矢弓矢をこう引っ張っていくようにそれをグーッて引っ張っ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 て,引っ張って一気に手を離した瞬間グーッてこっちに行くんですよ。なので今大変だなって思ってる人はもう。 今そういう流れなんだなって新しいステージに行くための気づきのタイミングなんだなって思った方がいいと思うしあとは流れに乗ってる人よしよしこのまま力を抜いて楽しくやっていこうみたいなでおそらくこっちの方っていうのは自分と一致してるんですよ。自分の心と一致してる人これからはこれがめちゃくちゃ大切になってくるのでそれは自分にとって心地いいとか自分にとって あの幸せだなって思うことだったり自分の才能が発揮できるような場所じゃあこっちに行くことは悪いことかといったらそうではなくてこっちに行った時にこっちを気づくためのヒントがたくさんあるのでそれに気づいていくっていうことが大切になってきますエネルギーが大きいからこそ大変だったりするかもしれないですけど皆さんは安心してあのいい方向に進むための光に進むため自分の能力を発揮するための そのきっかけにしか過ぎないのでぜひまあ日々楽しく過ごしていただけたらと思います他にもちょっとスピリチュアルな、えー、と内容についてはあの話していきたいなと思うのでまた、えー、とこれからも話していこうと思いますあと,、えー、と告知なんですけど8月8日の日に Instagram の方で「アットマークカサのの」でこのアッコさんとコラボの、えー、とインスタライブをやります これはコメントを読まずに、えっと、私たちが結構チャネルリングしなががら話すすあるんですよその時にあの周波数があの一気に上がるのでだからそれをぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思います。初めての試みなのでどこまで話せるかはわからないしそのどこまでその周波数どこの周波数領域で話せるかどうかはわからないんですけどでもちょっとコメントは見,見らずに日頃ら 私ととアッコさんとかが話すようなその感覚チャネリングしながら話してるとこんな感じになるっていうのを皆さんにも知っていただきたいなと思うので是非興味がある方は8月8日の22時から話しますのででアーカイブにも残す予定ではあるんですけど周波数が高くなったら消えることもあるのでまあその時はすいませんはいなので是非、えーえー、見れる方は見ていただけたらなと思いますあとは、えー、と T シャツも えとこれから販売するので是非概要欄を覗いていただけたらと思います。はいということで本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。